昨日鹿児島入りしたジュビロ。松井選手、鹿児島ですね。あったです。そうですね、やっぱりいい体を作るのはもちろんですけど、チーム力だったり、そうですね、いい競争ができればいいなと思います。どうですか、コンディションは。最高。最高ですか。これからキャンプどうですか。本格的な練習が始まったキャンプ2日目の今日。おはようございます。七海監督がチームに求めたことは。体作りはもう岩田でやってきたので、あとはその肉付けと戦術面の確認ができたらと思います。七海監督が目指すのはボールを奪った後すぐに切り替えて10秒から15秒でゴールに迫るという攻撃です。ボールを出す選手は相手の動きを読んだ精度の高いパス、そして受ける選手はボールをコントロールする力が求められます。ジュビロっていうチームはこういうチームなんだっていう基盤を作るために今土台作りじゃないですけど、しっかりしないと先ばっかり見てもやっぱ足元すくえた時に立ち直れなかったりするんで。さらにワンタッチでボールをつなぎゴールに迫る練習も。狭いスペースの中でパスを回し連携を強化します。出してと受けての問題でこう今どっちに欲しいとかどっちに出さなきゃいけないっていうのをこう選手の特徴みたいなのはだんだん新加入選手も元からいる選手もお互い分かってきてるんじゃないかなと思います。今シーズンチームの連携が強みにつなげられるか。上位を目指すためのキャンプが始まっています。誰がここのボールまでこう体が効くのかとか、ボールの持ち方のアングルとか、そういうのも大体分かったんで、そういうのを合宿中では刷り込んで、早めにアプローチできたらなと思いますね。いろんなこと、宿舎だったりそれ以外のところではやっぱりいろいろコミュニケーション取って仲良くするのも仲良くしてお互いを知っていきたいと思いますけど、でもやっぱりこうグラウンドに立ったら仲間でありライバルでもあるので、そのやっぱりピリッと厳しくやるところはやるっていうメリハリのあるトレーニングをしていきたいなと思います。冒頭の加賀美さんの松井選手鹿児島ですねっていう呼びかけがとてもストレートで素敵だったんですけどもね、いずれにしてもこのキャンプ全体のこの雰囲気を見ているとリラックスしつつも一方でこう緊張感を持ってその中で連携を深めようとしている様子が伺えましたね。そうですね、やはり競争力を高めるというのも七海監督おっしゃっていました。また連携を深めていくということに関しては選手たちコミュニケーションをもっと取っていきたいという話皆さんされているんです、はい、そしてまさにこの練習場からホテルまで帰るにはバスを使うこともできるんですが、中村選手はアデウトン選手と歩いて一緒に帰る姿も見られたんです。そういった姿からもコミュニケーションをもっと取っていきたいという思いが伝わってきました。今後このコミュニケーションをどこまで連携をどこまで高められるかが今シーズンかかってくるのではないかなと思います。さあジュビロは今シーズンのキャンプ来月12日まで鹿児島で行われます。以上鹿児島から中継でお伝えしました。加賀美キャスターでした。ここまで